はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽田亮でございます。民間人の大量虐殺を受け次元が変わった、ロシア制裁は次のステージだそうであります。これは産経の報道なんですけれども、まあ、政府関係者がですね、ロシアへの扱い、次々と民間人虐殺が明るみに出るにつれ、別次元、次のスキーム、次のフレーム、まあ、グレードアップしたってことなんでしょうけども、そういえばですね、ロシア兵に強姦されたなんていう、ウクライナ人女性、幸いにもこの方殺されずにですね、AFP 通信の記事になっておりましたけれども、日本のフェミってこういうのには全然関心ないんですよね。あいつらね、日本人男性、日本人の専業主婦、日本人の幸せな家庭、あと日本の漫画やアニメにはですね、激しい憎悪を燃やすくせにですね、こういうのには全く関心がない、だんまり決め込んでいる。あとなんか芸能界の下ネタ関係、強要されたとか、そういうのにも全く関心がないらしく、全く叩かないという特徴がありますね、日本のフェミってね。日本政府約400人の軍関係者や議員、これロシアの軍関係者ね、国有企業を含む約20の軍事関連団体の資産を凍結すると発表。まあ、日本政府がやれることですから、日本にある、まあ、口座とか預金とかなんでしょうね。ついでに機械類、木材、ウォッカなどを輸入禁止にするそうであります。ネットの反応です。悪に片っ端から喧嘩を売る岸田番長、いよいよ金の流れ止めちゃえばスパイも干上がるわ。スパイ防止法がなくてもスパイを一網打尽にできるってことかな。コロナ対策は適当だが制裁は早い。英米からの情報で動いてるんじゃないの。こうやれああしろって指令されたかもしれないですね。グズの騎士だがこんな早いんだよね。なんでレーダー照射された時にそれしなかったんだよ、という怒った意見もありました。そこではね、韓国軍関係者の資産凍結とかやりゃあよかったね。やりゃあね。私の意見ですけど、まあ400人と20団体の日本資産、まあ合計してもそんな大した額じゃないとは思いますけれども、例えばロシア根幹から揺らいでしまうっていうような額じゃないとは思いますけれども、日本での活動はまあ制限されますよね。日本で工作するために持ち込んだ金なんでしょうから、それが使えなくなるってことでしょうからね。ただ馬鹿正直に自分の名前の口座に金入れる以外にも、日本人スパイの日本人に預けてあるとかいうのもあるかもしれないな。まあスパイ活動抑止になって良いですけれども、ロシア外交官の一部を追放っていうのが昨日のニュースでしたけれども、それの続報出ました。外務省外交官8人を追放すると、発表になっておりました。残念ながらグルージン、ガルージン大使は含まれない。大使は残ると、大使の子分ども8人を追放するんだって。ネットの反応です。珍しく強気、なんか掴んでるな。全員スパイだし、ロシアにいる日本人を先に帰国させるべき。日露貿易終了ってことだな。欧米からの圧力だろう。しかし8人とか微妙。北海道はロシア領土とか言ってるんだもん、仕方ないわな。やりたい放題交通違反したからちょうどいいな。なんかね、駐車違反1000回ぐらいやって罰金払わねえんだって、ロシア大使館の車。朝鮮総連もいつまでの話にしてんだよ。ああ、こっちもそうですね。この措置見てまだロシアにいるのんきな日本人いねえだろうな。こっちは外交官追い出してんですからね。
そうするとあっちだって報復にロシアにいる日本大使、日本外交官を出すじゃん。ああ相互主義ですからね。そうするとあのロシアにいる日本人をかばうところがなくなる、お世話するところがなくなる、保護するところがなくなるってことですかね。いまだにロシアにいるようなのんきくんはどうすんのっていう感じなんですけど、自発的にね、あの帰ってこい。今ロシアでネットも止まって砂糖もあのスーパーでないそうなんで、早く帰国しろよな。日露貿易終了の覚悟を決めたのかと思ってたら続報ありまして、ロシアから石炭の輸入禁止するそうであります。段階的に輸入量減らしていくそうで、ネットの話です。 EU も段階的に輸入禁止、ドイツもそんなこと言ってたわ。中国が買わなくなった。オーストラリアの石炭余ってんじゃん。オーストラリアから買わなくなった中国、代わりにロシアから買うようになるのかな。仲良し組でね。もう 72% がオーストラリア産なんだよな。はい、原発再稼働、原発再稼働来るな。これ再稼働しないと夏を乗り切れん。民間人虐殺6000人以上だそうであります。あとさらにですね、4万人以上拉致誘拐して強制連行、サハリンとかシベリアに、してるそうだし、まあ、次元が変わったロシア制裁は身を切る次のステージ。なあ、あの石炭高くなっちゃっても、しょうがないんじゃないかな。しつこいですけど、あのウクライナ侵略がうまくいっちゃうと調子こいて北海道盗みに来ますんで、北海道は俺のもの、全部俺のものって言ってますんで、まあ、皮を切らせて骨を断つぐらいの覚悟はしないとね。優柔不断なあの日本のような岸田総理の追加制裁、もちろんこれもあの米英からの情報、米英からの圧力でしょうね。まあ、事なかれなんで、圧力に滅法弱いんじゃないか、面倒事を避けたいんで言いなりになってんじゃないか岸田総理。できたらあの決断を一切したくないって男ですしね。去年のですね石炭輸入先なんですけど、オーストラリア 72%、 ロシア 13%、 インドネシア 9%、 アメリカ 3%、 カナダ 2%、 アメリカからも石炭輸入してんだ。アメリカ石炭輸出するほど出んだ、羨ましいですね。だそうでね、まああの 13% をどうにかするってことなんですけど、原発再稼働すれば 13% ぐらい、つまりロシアから輸入してた分ぐらい、節約できんじゃないの。オーストラリアかアメリカかカナダからの輸入増やせば、まあ、解決ですよね。輸送費の違いで、まあ、高くついても致し方なしなんじゃないだろうか。もしくは全原発再稼働で乗り切ればよろしいんですよね。真夏のあのエアコンガンガン、消費電力最大っていう時にね、左翼が騒いだら真夏に停電すけどいいなとかね、じゃあお前んちは原発の電力使わない、言ってるのね。東京の夏にエアコンないと死にます、直ちに死にます。ほんとね、あの1時間ぐらいで死んじゃうんじゃないかな。そんな中、山口環境大臣、ロシアのせいで電気料金上がりそうですが我慢してご理解をかなか言ったんだよね。太陽光や風力などの再生可能エネルギーを拡大しますと言ってしまいですね、原発動かせよバーガーと罵られておりました。こんな面してんだって、67歳だってバカそうな面してますね。ネットの反応です。いいから原発動かせ、家計が崩壊するわ、脱炭素なんて言ってる場合か、値上がりしてんの電気代だけじゃねえぞ、本当にバカじゃなかろうか。環境大臣ってバカのポストなの。前任の小泉進次郎もあいつもバカですもんね、本当にね。政治家にとって言葉は武器であるなんて言っときながら、あの始末なんかポエムばっかりひにぐり出してね、夜景は夜に見るんですよみたいなことを、言っちゃってさ、
そんな気がしますね。あの環境大臣はバカのポスト、環境大臣は自民党でよりすぐりのバカがつくポストである。67歳やってあのテレビしか見てなさそうなんね。分かってる人があの大臣やれば、分かってる人がさ小野田公さんとかさ山田博さんとかさ、分かってる人が大臣やれよ、あのヒゲの大佐とかさ、ネットに、通じていて世の中の動きが分かる人、テレビしか見てねえやつはもうあのあれしろって、と思ってたら何をかも曖昧な岸田総理記者会見。電力需給の逼迫を回避するため再エネ原子力などエネルギー安全及び脱炭素の効果の高い電源の最大限の活用を図ると。まあ再エネ、太陽光風力もやっけど原発もやります。優柔不断なのにどうしたんだろうね。原発稼働か、常識人が色めきたっておりました。ネットの反応です。こういうのでいいんだよ。お岸田腹くくったか、もしかしてひょっとして有能、それはないっす。岸田が有能なわけがないっす。さっさと再稼働の段取りつけてくれ。再エネはない、効率考えたら使い物にならん。そうだよね、夜は発電できねえ、風吹かなきゃ発電できねえでは不安定でしょうがない。工場なんかどうすんだって。最新型立ててくれ、現行型動かすよりよほど安全、環境作用に負けずさっさと決めろ。動いてようが止まってようが攻撃されたら危険なのは同じなら発電した方がマシ。資源はないし自然エネルギーは安定しない、原発動かすしかないのは分かりきっていたこと。基地外左翼と原発再稼働と安保で争点、ロスケ様々やで、まあ、選挙でですね、原発再稼働と安全保障が参院選の争点になるな、ロシアのあの暴挙のせいでね、ということですかね。電力足んねえよっていうですね、あの大スポンサーの経団連、その他の財界の声に押されての、発言でしょうか。まあ動かすしかねえわね、真夏、来る前に、これこそ民意だわね。あのちょっと見直しました。岸田はあの感情のないマシンなんで、情報の入力でいかようにもあの自分と言葉を変えると、なんせあだ名が空っぽ総理、シンク総理、自分というものない、別に信念とかない、だからあのこっちでギャー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 言って、その声が大きければそうなる、まるでマシン、ある意味洗脳しやすい道具ですね。さすがね、あの真空総理空っぽの異名は伊達じゃないな。まあマシンだな、マシン、入力コマンド入力次第でどうにでもなるってやつなんですかね。前提はですね、あの民意が正確なことなんですけど、これはテレビが当てにならないからテレビしか見てねえと偏る、岸田マシーンの政策が偏る、日本が傾く。だからあのテレビが変なこと言ってたら即突っ込み入れてギャーギャーこっちも騒がないといけないですよね。東京地区で日本改革党支部長を募集しております。動画の説明欄から応募してください。私のツイッターからも、にも貼ってあります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。